情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。さてですけれども、今日はですね、ツイッターのトレンドにね、日本市場の汚点っていうのが、上がってたんで、一体何だろうと思って見てみたらですね、朝日新聞のこの記事だったんですね。はい、朝日新聞、白井聡京都精華大学講師、安倍政権の7年余りとは、日本市場の汚点であるという、まあ、この文章なんですけれども、まあね、実際ね、これちょっと読んでみるとね、こんなことが書いてあるんですよ。はい、安倍政権の7年余りとは何であったのか、それは日本市場の汚点であると。ね、この長期政権が執り行ってきた政治経済、社会政策、外交政策等についての総括的分析はそれぞれの専門家にひとまず譲りたい。え？白井さん、これ評価しないんですか？経済と社会と外交政策ってもう、これ政権を評価するときに必須じゃん。それは評価しないの。ね、で、評価しないんです。ね、誰かに譲りたいと、俺は評価しないって言った上でですね、これは何というかというと、本校で私は、ね、白井さんは、第二次安倍政権が2012年12月に発足し、現在に至るまでに続いた、その間、ずっと感じ続けてきた。私の足元が崩れ落ちるような感覚、深い喪失感とその理由について書きたいと思うって言ってるんですよ。これもう一回言いますよ。ね。2012年12月に安倍政権発足してから現在に至るまでの間、ずっと感じ続けてきた。白井さんが感じたんです。はい。彼が感じたんです。はい。その、彼のあのハートでね、感じたことを、書きたいと思いますと。はい。つまりその、主観論ですよね。白井さんが何を感じたかということを書く。で、彼がどう感じたかというと、日本の汚点だと感じたらしいんですよ。で、彼がその、感情的にそう感じるようになった、感情的に感じると変ですけどね。彼が感情的にそう思った理由がですね、この後つらつら、まあ書いてあるんですけど、まあ、白井さんはそういうふうに感じたんでしょうね。はい。でも、何度も言いますけど、経済政策、社会政策、外交政策等についての総括的分析は、やらないそうです。はい。白井さんが感じたことが書かれているという、こういう文章なんですけど、これね、朝日新聞のウェブ論座という、まあ、ウェブ版の方にね、掲載された文章なんですが、本当にね、朝日新聞縮小団団長、情念司がですね、朝日新聞グループを勝手に代表いたしまして、一般の方の、感想文、感情論をですね、天下のウェブ論座に載せてしまったことについてですね、大変申し訳ございません。心よりお詫びしたいと思います。これあくまでも感情論だとご本人がおっしゃってますので、これどうなんですかね。まあ感情についても、まあ一般庶民の感情だということで載せるっていうのはいいんですけど、これ当初欄ではないと思うんで、ウェブ論座というのはね、一応論座というぐらいですから、それなりの論客の方がお書きになるところにですね、まあその当初欄に近いようなですね、まあ大学の先生ではありますけれども、外交、経済、社会政策等には一切言及せず、私の足元のが崩れ落ちるような感覚、深い喪失感とその理由について書いていただくっていうのはどうなんでしょうかということで、まあこれはね、白井さんに罪はないですね。あの、載せた方の朝日新聞に、大きな問題があったというふうに認識しておりますので、朝日新聞グループ勝手に代表いたしまして、私、縮小団団長情念司が国民の皆様に心よりお詫びしたいと思います。大変申し訳ございませんでした。掲載する欄を間違えていたということでございます。はい、本来なら当初欄に、掲載すべき文章だったかもしれませんね。はい、あの、朝日新聞のこの論座の編集員の諸君はですね、よくチェックして、一般の方の投書も紛れ込んじゃってる可能性あるからね。ね、あの、郵便受けでぐちゃぐちゃになっちゃってるかもしれない。あの、郵便受け改良した方がいいと思うよ。はい。まあ、そんな風に思いました。でね、こちらの、まあ、白井さんという方なんですが、まあ、一般の方かと思いきやね、まあ、あの、一般の方、なのかな、まあ、ちょっと微妙なところで言うと、京都精華大学人文学部、専任講師という肩書きをお持ちなんですけれども、他にね、どんな仕事をされてるのかなと思ってですね、調べてみたんですよ。はい。そしたらですね、こんな記事を発見いたしました。こちらですね。これはね、新聞赤旗というね、
新聞なんですけれども、とことん共産党に政治学者白井聡さんということでですね、サブタイトル対米追従をなくそうということで、どんな記事かというとですね、日本共産党のインターネット番組とことん共産党は25日政治学者の白井聡京都精華大学専任講師を、迎え、どこまで続くアメリカ追従安倍政権をテーマに、司会の小池晃書記長、浅岡明子さんと安倍政権の異常な対米追従について語りました。ツイッターでは歯に衣着せぬ形語り口、気持ちよしなど反響を呼んでいますというあの本になっているそうです。はい、まあまあそんな感じですね。それからですね、白井さんといえばですね、なんかちょっと写真が写り込んでるということで今ちょっとネットで話題になってますね。あの秋葉原でですね、安倍やめろ安倍やめろって言ってプラカード持って騒いでいたですね集団、これ芝木隊ね、元芝木隊の人たちがまあオーガナイズしたのではないかと言われているこの集団の中にですね、白井聡さんの、お顔がご尊顔がですね、バッチリ写り込んでいるというまあ今写真がね、これインターネット上にたくさんあの出ております。まあこういう仕事をされている方ですね。はい、他にもですね、あの白井さんいろいろね、出てますけれども、著書にね、こんなのがあります。未完のレーニン力の思想を読む講談社2007年、物質の放棄を目指してレーニン力の思想作品社2010年、永続敗戦論戦後日本の革新太田出版プラス号書2013年、戦後のボヒメ、金曜日、これ多分週刊金曜日ですね、週刊金曜日から2015年、国体論聞くと正常期集英社2018年、武器としての資本論、武器としての資本論ですよ。いいですか？資本論ね、マルクスの資本論ね。武器としての資本論、東洋経済新報社2020年ということですね。こういったあの、ご著作もですね、お出しの、白井聡さんという方がですね、もう一度言いますけど、毎日、朝日新聞のですね、ウェブ論壇にですね、もう一回読みますよ。この長期政権が取り行ってきた、経済、社会、外交政策等についての総括的分析は、それぞれの専門家にひとまず譲りたい。私はやりません。ね。で、本校では、私は、第二次安倍政権が2012年12月に発足して、現在に至るまでにずっと、の、間、まで続いた、その間にずっと感じ続けてきた、自分の足元が崩れ落ちるような感覚、深い喪失感とその理由について書きたいと思うということで、つらつら書かれているということです。こういったご本をね、ご著作、それからね、共産党のインターネットテレビに出たりとかね、そういうご活動ですよね。秋葉原ではですね、まあ政治活動みたいなこともね、されておりますけれどもね、そういう安倍やめろの集団に混じってね、大きな声を上げて元気にね、ご発言されているご尊顔が今ネット上で、映っておりますけれども、まあそういったですね、お仕事をされた延長線上で、まあこの、どうもウェブ論座の原稿は書かれたようでございます。はい、まあまあそういうことでね、まあ読みたい人はぜひ読んでいただいてもいいんじゃないかなと思うんですが、いやまあこれね、今ネット上でいろいろまああの酷評している人もいるんですけど、まあ白井さんに罪はないですよ。もともとこういう活動してた人ですからね。まあそれは賛成するかしないかは置いときますけどね、こういう活動されてた方ですからいいんじゃないですか。まあ元気にやってください。まあそれがね、ただね、白井さんがおっしゃってることが絶対的に正しくて、意見が合わない奴は全員ファシストでレイシストだみたいな認定をされてるんであれば、これも完全に間違ってますよ。そういうことする人がむしろレイシストだと思うんでね。まあ、さすがに白井さんのようなね、京都精華大学のね、専任講師様が、まさかそんな、ね、偏ったことはされないとは思うんですけれども、まあ、それはね、白井さん自身の、お考えですので、まあ、もしそういうことをしてるんであれば、これはまあ大変なことですが、まあ、その辺についてはね、皆さんいろいろお調べいただければと思います。で、ちなみにですね、今回、まあ、安倍政権がね、こういう形で、終わりを迎えるわけですけれども、後継総理の名前がね、出てきております。はい。我らが菅官房長官がね、名乗りを上げたということでですね、この週末、一気にこのね、菅総理に向けて動きがガーンと加速しました。で、これをね、世の中どれぐらい本気で思ってるかっていうのを見るにはね、一番いいのがね、株価ですよ。はい。今日ね、現時点で株価も400円ぐらい上がっております。安倍さんが辞めるって言った時点でね、ひょっとしたら石破さんになるんじゃないのみたいなね、そういうちょっと恐怖があったと思うんです、市場には。で、石破さんになることの恐怖ってのは何かというと、この安倍路線ですよ。ね、白井さんがくしくも評価を避けたですね、経済、社会、安全保障に関するね、外交に関するこの、政策がですね、石破さんだったら全部ひっくり返さんじゃないかと。
ね、そういうリスクを投資家は感じたんですよね。はい、まあ投資家以外のまあいろんな世間一般にそういうまあ危険をみんな感じてたんですけど、まあ菅さんがやってくれるということになって、ひとまずそういうね全部ひっくり返すみたいな、そんな、強硬なですね、まあ急激なね、政策の転換というのはないだろうと。いうことで、まあそれが一気に安心感になってですね、まあ先週末300円暴落したのを取り戻して、今日は400円高ということになっているということですね。まあウェブ論座の端っこの方でね、感情論を述べていただくのもいいんですけど、それで世の中変えられるかどうかというのはね、よーく考えてもいいんじゃないかな。まあ少なくとも株式市場には、現時点では全く相手にされていないというのが現状でございます。まあ朝日のなくなる日、平和の日、月に3件新規解約ということでね、我々縮小団も日本の平和のためにね頑張っていきたいなと思います。平和と人権を守る縮小団、引き続きね応援していただければというふうに思っております。今日の内容面白いなと思った人はぜひ、高評価ボタン入れておいてください。最後にチャンネル登録をよろしくお願いします。ガー。